WBC 世界ウェルター級王座統一戦、ここまで48戦無敗の王者メイウェザーとベルトの一戦。世界5階級王者のメイウェザーは年収は360億円以上とも言われるなど、まさにスポーツ界きっての西武選手。現役最後の試合と宣言して臨んだ黒のトランクスのメイウェザーは序盤からスピードとテクニックで圧倒。試合はメイウェザーが判定でベルトを退け、49戦無敗で自身のキャリアに終止符を打ちました。